テーマというのは伝えたいことです。で、このテーマというのはよく誤解されるんですけども、よく人生訓だとか、まあ僕はよくそういうの盛り込みますけどね。まあ別に人生訓でなくても OK です。こう自分の伝えたいということを明確に持つということがとても大切だということです。で、この伝えたいことというのは、いろんなことですね。作品の背景、例えばスター・ウォーズが出ましたけど、スター・ウォーズだったらああいう作品世界ね、こうダース・ベイダーが出てくる宇宙の世界ね、それから著者の主張、これはまあ僕も割と作品の中に盛り込みますけど、うんちくね、海外ものだと結構そういうのが多いかな。僕がよく例に引くのはダン・ブラウンのそのあれだ、ロストシンボルだったりとか、あと今度映画になるオデッセイっていう映画があるんだけど、その原作で向こうのね火星の人っていう今度本の対し本屋大賞 の, 海外部門の候補になってるんで、多分あれ読んでみていいですけど、そういう場合だと例えば宇宙物のうんちくだとかね、ロストシンボルの場合だとフリーメイソンのうんちくだとか、でキャラクター、これは割方これを読ませたいキャラクターというのがあるよね。さっきのそのスター・ウォーズだったら456の場合だったら一番見せたいのはルーク・スカイウォーカーの成長物語だから、ルーク・スカイウォーカーはやっぱり見させたい。で 1,2,3,4,5,6 っていうふうにこう続けていくと、そのダース・ベイダーの成長と悪に落ちる過程と、そこから罪を洗い直して、清い世界に戻っていく、そのダース・ベイダーの最後の食材の物語っていうふうになるわけだ。